No, Leash, Andy です。さて今回はですね、なんと滞在時間48時間の、弾丸トリップを振り返りたいと思います。アンディの弾丸トラベルストーリー第1弾、初日の出を見るためのだけにアンコールワットへ行ってみた。日本からだいたい早くてアンコールワットの町シェムリアップまでだいたい8時間ぐらいですね。到着して、初日の出までまだ時間があったので遺跡に行くことにしました。シェムリアップといえば遺跡だらけで、どこの遺跡に行こうか迷っちゃうんですけども、インディ・ジョーンズがとにかく好きなんで、僕としてはかなりマイナーな遺跡ではあるんですけども、プノンクレーンに行ってみることにしました。かなり田舎町にあるんですけど、一人も外国人の観光客がいなくて、現地の人ばっかりでしたね。川底がなんか彫刻みたいになっていて、ところどころ仏像とか四角模様とかがいっぱい綺麗に残っていて、ここまでだいたい2キロぐらい歩いて、さらに源流に向かうと滝があるっていう情報はつかんでたんですね。でちょっとインディーっぽい雰囲気を味わいたいんで、さすがに田舎というか、さすがに遺跡なんでちょっと不謹慎かなっていうか無理かなと思ったんですけど、滝行とかもしかしてできるかなと思って水着だけはですねちゃっかり持って行ってまして、周りの雰囲気を見て行けそうなら行こうかなみたいな感じで行ってました。それで現地に着きまして、実際滝があったんですけども、雰囲気はそんな悪くなかったですね。ちょっとキャピキャピしてる子たちもいて、これ行けんじゃないかなと思って勇気を出して突破しました。ここから急ぎスタートです。そしたらなんか現地の子が真似して2人入ってきまして、アホな日本人おるなみたいな感じで、で一応、滝行は成功しましたね。夜はパブストリートで一応カウントダウンだけして、基本僕はパーティーピープルではないので早々に退散しました。ここからが本番です。アンコールワットで初日の出が見たい。これからが今回の旅の目的。一旦ホテルに戻った後に、朝、3時か4時ぐらい、トゥクトゥクでを拾いましてアンコールワットへ行ってみました。まだ街の雰囲気がまだお祝いムードで盛り上がってるんですよね。そこで俺らみたいな、なんかいやそうなんやろと思いつつ到着するとやっぱり誰もいなくて、で、セキュリティの人も一人だけポツンっていて、とりあえず真っ暗な中を懐中電灯を灯しながらとことこ寺に歩いていたんですけども、到着するにつれてだんだん明るくなってきて、神秘的っていうよりちょっとおどろおどろしいというかドラキュラ城みたいな感じに、怪しい寺の影だけこう池に映ってまして、雰囲気はすごくありましたね。これから10分おきに
撮影したピンク色から黄色になって、それからさらにゴールドになるっていう初日の出を撮影しましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。明るくなると結構人いましたね。初め全然気づかなかったんですけれども、まあどうでしょうか、コロナが明けたらぜひ初日の出をアンコールワットで見てはいかがでしょうか。おすすめです。